ペースナイツの仲間か。ふん、なかなか美しい女性だ。それに面影がどことなく死んだ母さんに似ていなくもない。そうは思わないかい、兄さん。兄さんって、まさか D ボイとテッカマエビルが兄弟。タッグセット。それにしても、なんという宿命なのだろう。かつての友が、肉親が敵となって戦う。そして決して負けることは許されない。なぜなら負ければそれが私たち人類の最後だから。俺たちは双子だ。もともと一つだったものが二つに分かれたんだ。どちらか勝った方一人が生き残っていけばいい。生き残ればな。一体私たちは D ボイのために何ができるのか。私たちにできること、私たち、本当に私は D ボイを仲間として見ているのか。私の中にそんな漠然とした疑問が広がっていくのを感じ始めていた。そんな自分の D ボイに対する本当の感情に気づいたのは、彼が戦闘不能となり軍に連行された時のことだった。やめろ！D ボーイ！ D ボーイ…しっかりしろ！ D ボーイ！ D ボーイ！やめろ！やめてくれ！やめろ！俺は誰も殺したくはないんだ！お前…暴走の恐怖から心を閉ざした D ボーイ。そんな彼を目の当たりにした時、私は戸惑った。私は一体彼の何を見てきたのだろう。私の前にいる青年はただ恐怖に怯える一人の弱い人間の姿であった。そして私は気づいた。そんな D ボーイをどうしようもなく愛してしまっていること。私たちのたった一人の頼れる仲間なの。あなたの30分を私にちょうだい。たとえあなたが悪魔になってあなたに殺されるその瞬間でも、私はあなたを信じる。だからあなたの持つ30分を私にちょうだい。秋ラダム10名、俺は悪魔じゃない。悪魔は貴様らだ、ボルテッカー。貴様らのこの地球は私はしない。そして俺を信じてくれる仲間がいる限り。あなたは悪魔じゃない、あなたは人間。私たちと同じ人間なのよ。そのことを忘れないで。ようやくスペースナイツのメンバーとして、そして仲間として心を通わすようになった D ボーイ。そのやすれにも、私の淡い思いも、 D ボーイの妹みゆきさんを追ってきたエビルとの戦いの前に全てが消えてしまった。あるとすれば俺を誘う罠か、あるいは、そんなはずが。お兄ちゃん、
せめてこの兄の手で葬ってやる。鉄火マンの姿のままでな。あ、お兄ちゃん。エビル。お兄ちゃん。今頃のこのこと。最高とボルテッカー。何？ゴー。やっとの思いで再会した兄と妹。けれどそれは D ボーイをさらなる苦しみへと送り出す序曲でしかなかった。みゆき、みゆき、みゆき、みゆき。不完全な鉄火マンでありながら、 D ボーイと同じく人の心を持つ鉄火マンレイプのみゆき。その命はもうあとわずかであった。そして D ボーイの悲しみに追い打ちをかけるようにエビルがスペースナイツ基地に猛攻をかけてきた。ダメよみゆきさん。アキさん、行かせてください。ダメよ、まだ動いちゃ。ごめんなさい、アキさん。殺させはしない。全てが終わろうとしたその時、みゆきさんは命を投げ捨てレイピアに変身した。私たちを守るため、その小さな命を燃やして守ってみせる。アキさん、お兄ちゃん。